とことんとこいととアシスタントのくちゃんです。いつもご視聴ありがとうございます。今日は3月の21日月曜日になりますよ。今日も朝からやっていきますよ。ロズリオンアラルイエー、バラ庭の隅々まで目が行き届かないことがあるあるありませんか皆さん。なかなかバラ庭の隅々まで目が行き届かなくて病害虫にやられてる枝、いやー僕も見つけてしまいましたよ。今朝もうちょっと剪定し忘れていた細枝に貝殻虫がびっちりついている、キモって感じの枝、もう白い枝かなって思うぐらいの勢いです。もう今日はそんな枝を早めに見つけてカット、まあ早めでもないですけども、見つけてカットして処理していこうと思います。そういう枝を残しとくとまた今シーズンたくさん貝殻虫増えてしまいますのでね、気をつけて細かいとこまで見て、そういう貝殻虫がこびりついている枝をカットして、そして大切な枝はこの歯ブラシ、ダブル歯ブラシで貝殻虫除去、そういう作業をしていこうと思いますので、本日も最後までご視聴よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。トコさん、ここが大変なことに、うわ本当だね、くーちゃんギアーだね。このも庭の隅っこの方の細枝、貝殻虫がもうこびりついてるね、びっしりと、うわーだね。これを見逃しておくともう大変なことになるね。もうちょっとこの辺、この細枝、新芽が出てるけど、もうちょっとカットしてこうね。うわーだね。大変な状態です。ちょっと閲覧ご注意です。うわーもう、すごい状態ですね。いけません。はい、この枝ちょっとバサッと剪定しておきましょう。この根元からカットしておきますよ。こんな感じです。大変な状態です。映ってますでしょうか。トコさん、ここもここも、ああ本当だね、くーちゃん、この辺もダメだね、カットしとかないと。うーわ、びっちりたくさんついてます。大変な状態です。はい、こちらこちらバラシロカイガラムシクの成虫の状態では動けませんけども、こうなって幼虫になると動き回ることができるんですね。これはいけません。そーっとカットして破棄しないと大変なことになりますね。ここもだよそうだね、くーちゃん、ここもだね。よし、ここはこんな感じでカットしとこう。よし、うわびっちりついております。大変な状態でした。トコさん、ここもここも、そうだね、くーちゃん、でもここはカットしたくないから、この木作液、こちらを300倍に薄めたもので、ちょっとスプレーして歯ブラシで落としとこうか。うん、そうだね。
こういうところは見落としがちだね、くーちゃん。そうだね、ここは落としにくいね。よーし、じゃあクーちゃん、バラシロカイガラムシアップで見てみようか。ちょっとこの辺から皆さん閲覧ご注意動画になりますけども、はい、こんな感じでびっしりついてますよ。ちょっと近づいてみましょう。うわ、なんだか赤いものがいっぱいついてますけども、うん、なんだろうねこれ。この成虫から生まれてきた子供っぽいですよね。これは動くのかな。動く感じではない。なんだろうこれ。特に動くわけではないですね。なんかびっちりついてるね。奥にわさわさ動き回るわけではないですが、カットして捨て特に越したことはないですね。はあ、やっぱり今調べたらこれはやっぱりこれはバラシロカイガラムシの幼虫だね。まだ孵化したばかりなんで、そんなに早く動き回ることができません。こうして大きくなるのを待ってるんですね。いやー、こんなものがバラ庭にたくさん群がったら大変です。早めに見つけて駆除しとかないと大変なことになりますね。こんな感じで成虫から幼虫が生まれてくるんですね。うわー、大変な状況です。産卵を許してしまいました。これはいけません。はい、しっかりビニール袋に入れて捨てていきましょう。はい、枝だけの時は木作液100倍希釈でしたけども、もう新芽が出てきてしまっているので300倍希釈でやってますよ。はい、近くでよく見るのは大切なんですけども、肘や腕で大事な新芽をポロッと落としてしまわないよう気をつけてやってますよ。自ら落としちゃうなんてそんなショックなことないですから。うん、あとは大丈夫そうでしたよ。はい、本日の動画いかがだったでしょうか。バラシロカイガラムシの幼虫気持ち悪かったですよね。うわっさーと、もう白い綿のように増えてきて、もう早めに駆除しないとああいうことになるんですよね。はい、繁殖を許してしまいました。
ちょっとこれからまた庭の隅々まで気をつけて見ていこうと思います。もう見て見ぬふりしててもいいことなんて一つもないですからね。早め早めの駆除、皆さん気をつけていきましょうね。ではでは、本日も最後までご視聴ありがとうございました。ありがとね。また見てね。はい、これが分かった方は外のジブリ好き。